パレマルシェ、パレマルシェ、英賞、パレマルシェは、多くは、本社、和歌山県和歌山市が、愛知県を中心に店舗を展開する、チェーンストアのブランド名である。旧店名は、名鉄パレ。かつては、名古屋市や津田区に本社を置く、株式会社パレが運営していた。2008年、平成20年6月に多くはの参加に入り、子会社となり、2012年、 平成24年2月に九州合併され、法人としては消滅した。パレマルシェは、スーパーマーケットと百貨店によって構成される。名古屋鉄道の駅周辺に立地する店舗が多い。店名のパレは、フランス語の、着飾った、優雅なに由来する。2012年、平成24年2月21日に、和歌山県を中心に、三重県や奈良県に店舗を展開する。 小売業の多くはに吸収合併され、法人としては消滅したものの、店舗ブランドは維持されている。1959年、昭和34年2月に、名鉄協営社、現、名鉄産業が、鳴海団地内に鳴海スーパーマーケットを開設したのが、始まりである。1960年、昭和35年9月7日には、名古屋ショッピを設立し、 1961年、昭和36年4月に、名古屋市畜作の名古屋市営地下鉄、池下駅東口に建設された、日本住宅公団の団地内に、スーパーマーケットの下店を開設した。先日した、なるみスーパーマーケットは、池下店の開設と同時に、名古屋食ピに移管された。名古屋食費は1962年、昭和37年7月に、 名古屋市緑区の住宅公団なる子団地内に、なる子店を開店したのを皮切りに、岩倉団地の岩倉店や平代わり団地の平張り店、地流団地の地流店など団地型スーパーの出店を進めていった。また、1962年、昭和37年4月に、二つ入り駅に二つ入り店を出店したのを皮切りに、同年12月に、笠寺駅に笠寺店、 1963年、昭和38年3月に、国府宮駅に、国府宮店、同年5月に、茅森駅に、茅森店と母体となった名古屋鉄道の駅への、大転化も進められた。岐阜市にあった丸宮百貨店を買収して1962年、昭和37年11月に、名古屋鉄道と、名鉄百貨店、新岐阜百貨店の共同出資により、 資本金3000万円で株式会社ギフストアを設立し、12月にギフ店を開設したのが始まりである。1963年、昭和38年10月に大垣駅前に大垣店を開店したのを皮切りに大転化を進め、同年11月には美の大田店も開設している。この他にも、1964年、 昭和39年6月に株式会社田巳ストアを設立し、田巳市本町にあった主婦の店、田巳店の営業を継承して、岐阜県内でスーパーマーケット事業を展開した。1965年昭和40年8月10日に名鉄ストアを設立し、同年12月に植え、 飯田駅に日本住宅公団と共同でマンションを併設した駅ビルの中に上飯田店を開設したのが始まりである。1967年昭和42年6月にまた補店を出店したのを川切に大転化を進め、1968年昭和43年11月に津島駅に津島店、1971年昭和46年3月に新中駅に 新中店と出店を進めており、また補店という例外を除いて、駅ビルへの出店を進めていった。1972年、昭和47年10月に、北陸に進出したほか、1974年、昭和49年1月に、北マリアナ諸島のテニアン島に出店したのを皮切りに1976年、昭和51年3月には、 北マリアナ諸島のサイパン島へ出するなど海外へも店舗展開した。1983年昭和58年9月には名鉄神宮前百貨店を開設して百貨店事業に進出した。事業の効率化を図るため経営統合を進め、1987年昭和62年9月1日に名鉄ストアと名鉄ショッピが合併して、 名鉄グループのスーパーマーケット事業は一つに経営統合されることになった。その後、1992年、平成4年3月1日には社名をフランス語で、優雅の意味のパレという言葉をとって株式会社名鉄パレに変更した。2005年、平成17年5月時点で、スーパーマーケット23店舗と百貨店3店舗、 ホームセンター1店舗の計28店舗を愛知県中心に展開していた。ただし、日本百貨店協会には加盟せず、名鉄グループ中核企業の一つであったが、2002年、平成14年度から連続して、当期準利益が赤字となり、計50億円以上を出資して支援してきた名鉄グループは、独力での同チェーン再建を断念するとになった。そして、 2005年、平成17年4月26日に、同年9月1日付で、フェニックスキャピタル株式会社の企業再生ファンドと、名古屋鉄道による合弁企業、株式会社パレに営業場として、新会社へ事業を引き継くことを発表した。新会社パレの社長には、クイーンズイセタンを顧客満足度ナンバーワンの店へ成長させた田村光一が就任し、 フェニックスキャピタルが過半数の株式を取得したほか、名古屋鉄道と三井物産が出資しており、これら上位3社で99.4%を出資して運営された。新会社への移行に伴い、店名もパレマルシェになり、売り場の商品構成も大きく変化させることで再建を目指した。2008年、平成20年6月9日に、 同月30日付で主要株主であるフェニックスキャピタルと名古屋鉄道三井物産から奥和え、発行済みの株式の99.4%を70億円で譲渡することが発表され経営権が移行することになったこの営業権譲渡により奥和の参加に入ることに伴い2008年平成20年6月30日付で奥和から 会長と社長が就任することになった。2008年、平成20年6月時点の店舗数は17店舗で、大桑側はパレを参加に入れることで、東海地区への出店の足がかりを得ることが狙いであったとされている。その後、大桑本体による東海地方への出店が進んで2011年、平成23年2月までに、 愛知県と岐阜県に8店舗を構えるようになったため、重複する業務を合理化するとして2012年、平成24年月にオークワに吸収合併されることになった。ただし、オークワへの吸収後も店舗名はパレマルシェとして営業を続けることになった。2011年、平成23年2月時点の店舗数は16店舗で2010年。 平成22年2月期の売上高は約366億円となっていた。大桑の参加入りに伴って同社が中核企業の一つとなっている共同仕入れ機構、日本流通産業、日流グループの暮らしも APB 商品が移行することになった。1999年、平成11年5月20日から大桑の大桑氏が2代目、社長に社長に就任。 そのため、かつて扱っていた8社会の PB 商品である V マーク、バリュープラスの取り扱いは2008年8月末で終了となった。2015年、平成27年8月現在、オークワではパレマルシェブランドとして13店舗を展開している。出店店舗の詳細については公式サイト、パレマルシェ、チラシ、店舗情報を参照。以下、主要店舗を示す。 2005年1月時点で存在していた名鉄パレ関連企業を挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。